はい、こんにちは、トールと申します。今回はですね、アニメ分割2クールが最近終了した86の原作小説1巻について紹介と感想、それから振り返ってのアニメの再考察っていうのを見ていきたいと思います。はい、あまり普段は僕はですね、アニメの方視点でね、語っていますので、原作の話はしないんですけど、ちょうど分割2クールがすごく綺麗でいいタイミングで終わりましたので、続きを知りたい人は原作2クールだとかですね、ちょっと改めてですね、間隔のね、放送タイミングも期間も空いてましたので、その辺含めてですね、ちょっと原作の方も確認してみたいなっていう風な方に向けて、すっごくいいタイミングと思いましたので、この動画を出させていただきました。紹介とアニメから入った視点でのね、小説の見どころ、それからですね、改めてアニメの方を見てみるとすごいねっていうね、そんな感じの話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。まずは紹介ですね。はい、タイトル86、ジャンルは SF ミリタリーアクションということになっております。まさにその通りだったと思います。原作書籍っていうのは電撃文庫から、今11巻まで出ていますし、漫画も3巻まで出ています。あとスピンオフ的なね、特別編的な漫画っていうのが何種類か出てますので、この辺も合わせてね、チェックしてみると楽しいかもしれません。アニメは今のところですね、分割2クールが全23話放送済みということになってますので、86のアニメを見てないわっていう人もですね、原作の方を見た後にですね、アニメが結構綺麗なところまで完結している作品として、手を伸ばしてみるのもいいんじゃないかなと思ってます。作品の概要としては、有人機、ロボットと、無人機、人が乗って戦うロボットの、戦争ドラマになっています。はい、コロナ禍で、原作一巻で言うなら、ちゃんとその歴史的な視点が加わった人種差別問題の要素も含めていますので、そういった問題に対するですね、見方もまたちょっとだけね、広がったり深まったりするんじゃないでしょうか。はい、そしてこの一巻っていうのがアニメにおいては、半分より半分いかないぐらいのない深度ではあるんだけど、ある意味原点であって全てが詰まってる一巻だったなというふうに思いました。はい、アニメを一通り見終わった方がちょっと一巻見返してみると、すごく綺麗なね、読了感を味わえるんじゃないかと思いますし、原作からね、入ってですね、またアニメ見てみようかっていうのにもですね、すごくいい構造になっていますので、はい、この辺ちょっとね、今こそおすすめしたい部分かなと思っています。ネタバレなしで感想を言いますと、自分としては兵器に乗って、戦う少年少女の物語に基本的には引き込まれる、原作小説もね、アニメでも近いんですけどね、そんな印象ではありました。ただ文章的には少しだけね、癖があるんですけど、内容は本当にね、重厚な内容になっていますので、終わった後の満足感がね、強いと思います。はい、最初ちょっと読みにくいかもしれませんがね、読み進めていくとだんだん引き込まれるんじゃないでしょうか。で、世界観にね、そのフォーカスして読めるっていうのは、これはアニメよりもね、原作一巻だけの方がまとまってる感じはありましたね。SF 戦争もの、SF サイエンスフィクションなんでね、近未来的な感覚で読めばいいと思うんですけど、で、人類は愚かな歴史を繰り返してるよねっていうところを合わせてね、見えますので、この世界観を味わって一段落つけるという意味では、本当に原作一巻ですごく綺麗にまとまってるので、こちらいいと思いました。で、世界史でもね、やっぱり世界大戦とかその前後ですね、はい、この辺りの歴史なんかと、照らし合わせて見ていくとより深く楽しめる部分ですし、全然知らなくてもね、しっかりと書くべき部分を書いてるという作品になってますので、ここもいいと思いました。はい、先ほど言いましたけど、そのアニメワンクールをしっかり見終わった後の満足感に近いような満足感を、原作一巻でもね、かなりね、味わえる形になっていますので、はい、まだ見てない方もアニメの見終わった方もですね、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで、まだの方は手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、でアニメ、視聴者、アニメでは全部見たんだよって人に対する小説のですね、おすすめポイントとしましてはですね、はい、ここからはアニメの中でか終わってる描写のネタバレが含まれるんでご注意くださいね。はい、
まず細かいその世界観とか技術的な説明っていうのがちゃんと入ってきます。特にね、なんかパラレードのその技術的なものの意味合いって小説においてもやっぱり大事な部分で、アニメよりもね詳しく分かりやすく書かれていました ね。この辺の意味合いですよね、死んだ仲間たちの意識とか、真の死神としての意識とか、パラレードでつながっている世界とか聞こえてる声とかのつながりっていうのが非常に分かりやすくね説明されていましたね。この辺の再確認という意味でも、結構おすすめできる部分じゃないかなというふうに思います。あと出てくる言葉の、用語解説が普通に入っていたりだとか、あと花がね出てたら花言葉を調べるとか、要するに何かわからないものっていうのがそのままになることがないんですよ。アニメにおいてはねそれが発生してしまいますので、その分演出をね見返してみるとですね、だんだんその演出の深さみたいなのを味わえるのはアニメはいいと思うんですが、そういったところというよりは書くべきところをこう調べていれば何かはっきりわかるっていうのが小説のいいところだと思いました。はい。であと徐々にこう明かされていくんですけど、共和国がどうあってどうなったのかっていうところのまとまりがすごく綺麗なんですよね。やっぱりそのアニメにおいてはキャラクターたちに対する感情移入というかね、してみる構成にはなっていますので、共和国というものに対してはもうこの共和国名というね、感じで見ていいと思うんですけど、なんかちょっと一歩引いた視点で見て共和国ってどうなったのかなって、我々はここから学ぶもんなんだろうっていう風な一歩引いた視点で歴史的に見てね楽しむこともできるのが、小説としては非常によくまとまっていたかなと思います。はい。そんなわけですね、パラレードの持つ意味とか、象徴的な意味なんかっていうところが言語言葉でね、書かれていますので非常に分かりやすかったかなと思います。アニメにおいてはやっぱり何かの象徴なんだろうなとか、なんか演出的に意味があるんだろうなとかは分かるんですけど、それが何を意図してるかっていうのがはっきり分からないところなんかもあったんですけど、その点は小説においてはめちゃくちゃ明快に書かれていますので、この辺のなんか序盤ちょっとふわっとアニメ見てたなっていう人においてはおすすめですね。はい。あとアニメには書かれていないキャラ同士の関係性とかつながりみたいなところもちょっとだけね書かれてる部分もありますので、こういったのを楽しむのはいいんじゃないでしょうか。はい。あとレイのエピソードなんかもそうですね。はい。レイ側の視点での語りなんかもですね、アニメよりかなり分かりやすくなっていますので、レイとシンの関係性とかね、出てきた言葉の意味とか、こういったところがですね、まだ噛み砕けてない人に対する解説本にもなってるのかなというふうに思いました。はい。アニメでねまだの方に対してはねこんな感じでしょうか。でですね、アニメを見た後にですね小説を楽しんだ自分としては、感想を言っていきたいと思いますが、まずはめっちゃ面白かったんですよめっちゃ面白かったんですよ。ストーリー大体知ってるつもりになってたけど、そっか、なんかそれ先ほども言いましたけど、つまり共和国とか戦争とか人種差別問題とかを絡めた一連の物語は本当に一巻だけで綺麗にその起承転結がついていたんだなっていうところの納得感がすごかったですね。でやっぱ読み始めはさっきも言いましたけど、ちょっとだけ文章が読みにくいんですよね。なんか主語がどっか行ってしまってたり、体言止めがあったりやとか、言葉の使い方もなかなか僕には難しかったりする部分もね、あったんですが、だんだん慣れていってですね、なんていうかその86においてはライデンたちが、勇猛果敢に戦ってる描写のリアリティとか、そのレーナがなんでこんなにちょっと最初の方ね、お花畑的なのかなっていうところの説明っていうのがアニメにおいて書かれているものの説得力っていうものと原作小説において書かれているものの説得力っていうものは違いますね。やっぱり原作においては文章や言葉によって、説明される納得させられるような、描写が多かったので、86のアニメを見てる時のなんか感覚的になんとなく共感できないなとか、ちょっとなんか唐突で乗っていけないなと思ってた人はもしかしたら文章による説明が入ってるとしっくりくるかもしれませんので、はい。そういう意味ではね、文章で全部説明されてしてくださるところは本当に明快で良かったです。で一巻でのね綺麗なまとまりっていうところと、次につながる要素の住み分けっていうところが見事だったと思いましたね。
はい、まあシンたちの物語っていうのは2巻以降も続いていくんだとは思うんですけど、まあある意味自分としてはね、共和国編という考え方で良、かったと思いました。はい、綺麗に共和国の物語は完結したなと自分なりに思っているので、やっぱりちょっとね読んで良かったなと思いました。はい、今回の86に関してはですね、まあリストから送っていただいたものを、まあ、読ませていただいて、レビュー動画をね出させてもらってるんですけど、これは本当に、ね、アニメの原作としてもねすごく読んで良かったなと、綺麗に保管できたなと思える作品でありました。ではですね、最後にアニメの方を再考察というか、まあ、見返してみた時にですね、やっぱすっごい幸せなアニメ化ですよね。いや、僕は原作の2巻3巻とかね読んでないので全てにおいては言えないんですけど、原作1巻から見える部分の範囲で言うと本当にアニメ化すごいなと思いましたね。いろんな演出の工夫をすることによって、多分小説原作では本来分かりにくくなっていたりだとか、課題を持っていた部分がうまく解決されてるんだと思うんですよ。まずはやっぱり時系列のつなぎ方すごすぎますよね。まあ、あのアニメの終わりを一巻の終わりにちゃんと持ってこれる、巧みさなんですけど、そこのための布石としてもこの作品って1話の時点でですね、2つの、まあ、違った場所からの世界っていうのを時系列がちゃんとね、まあ言ったら月日が示した上でですね対比できるように書かれてるんですよね。だからレーナ側の視点でどういう物語が進んでいて、どういうそのモチベーションとか考え方で、こちらと連絡を取ってるのかっていう、あくまでもレーナとシンたちっていうのは出会わないわけですよ。出会わずに別の世界で生きてるからこそ、それぞれの事情っていうものを含めてですね、ちょっとまあ工夫したやり方ですよね。終わってからちょっと見返さないと、この時のキャラクターはどんなことを思ってて、どんなことがあった後やったのかなっていうのは分かりにくくはなってるんだけど、その分ですね、その対比して味わい深く、楽しめるようになってて、ここが見事でしたね。つまりいろんなことがあってレーナがつないで、そこに今他のみんなっていうのがつながれて会話してるっていう形になっていますので、はい、ここのつながりとか、なんかその日めちゃくちゃ実は落ち込んでいたんだとか、その日実は何か嫌なことがあったんだっていうところが後から分かったりするので、味わい深さがね倍ぐらいになるんですよね。ここの演出が本当にね外れなくやっていたんじゃないかなというふうに思います。はい、最後に今離れていった2人っていうところを最後に綺麗につなげるっていうね、これはちょっとね憎いなと思いましたね。ある意味これは文句が言えないというか、ずるいというかね、はい、そういったところで良、かったと思います。で次にですね、やっぱりね、文章の難解さっていうのが原作にあるんですよね。で難解さとともにやっぱり分かりにくさもあって、演出がちょっと文章の言い回しが凝りすぎていて、多分ね外しているというかピンとこない人も多めの文章やったと思うんですよ、原作小説って。僕は結構ね、途中からすごい読みやすくなったというか分かりやすくなったんですけど、なんか人によってはちょっと乗りにくいなと思われる文章のところとか、ややその持って回った表現をしすぎたせいで、感情にしにくくなってる表現もあったんですけど、そこをなんかアニメとしてはですね、本当に全てを外さない演出として消化していたなというふうに思いました。はい、まあ最初からね、そうなんですけど、まあ仲間たちがいなくなってね、九条でしたっけ、行く流れに関してもですね、文章でわざわざ書くとくどくなったり辛くなったりするわけですよ。そこをまあアニメにおいてはちょっと黒猫とのね、まあ一幕によって表現するとかですね、なんか言葉にするとくどくなっちゃうよねっていうところの映像化の仕方が完璧なんですよね。だから ATX においてはアニメにおいては本当になんか演出が外さなかったんですね。めちゃくちゃ画期的な演出じゃないんですよ。まあ、シンのお兄ちゃんをね、まあレナがねバシンと叩くところとかもそうですしね、時系列がずれてることによってちょっと振り返って九条とかですね、カイエとかが話しダイヤとかが話してるシーンに戻ってですね、あそっかそんなことを彼ら言ってたなっていうところが結構自然にいられるんですよ、ね、で、1個目の時系列のところとね、加えてそんな感じになってるので、ここちょっとねなんか演出の原作では外している、ね、もしくはうまく噛み合ってないところが綺麗にアニメーションの演出としてね噛み合ってたなと思って、ね、僕はもう終始ね ATX は演出なかなか外さへんよなと、いうことを言ってたんですけど、見事にね消化してたなと思いました。
あとまあ映像でね、映像化することによって綺麗に保管していたところもあったと思います。線路続く道だとかですね、再会を意図するメタファー的なものだとかですね、あと世界観とか料理に対する描写に関しても映像とかみんなの表現っていうところで、ちゃんと説明してくれていましたし、まあ戦いの描写とかもですね、戦闘描写もやっぱりね、原作小説のあの戦闘描写は分かりにくいですね。慣れてる人やったら分かると思うんですけど、なかなかに難しい部分だったのをこれ見事にですね、アニメーションとして、消化していてね、なんかね、あの戦いのアクションがすごかったんですよね。ここのなんか映像化の見事さってすごかったのと、かなり高度なことをしてたんじゃないかなと思います。まあ印象的だった部分としてはですね、まあ名前さえ知らないのところがそうですかね。はい、カイエノがいなくなった時にですね、まあセオが怒ったんですね。まあ怒ったのはちょっと違うんですけど、言ってしまったわけです。言わないでおこうと思ったんだけど言ってしまったわけですね。ね、あんたはね、俺たちの名前すら聞いてないじゃないかと、言っていたわけで、それはまあ敬意を欠いていたなっていう話になってるんだけど、これがね、文章で読んでるとちょっとその言葉として、それこそ表現としてはくどくなるんだけど、我々もこの映像としてこの画面においては誰が誰か分かってないんですよ。この時点では3話かな、3話の時点では分からないんですよね。あんまりピンとこないんですよ。だからこの画面の向こうが誰が当たってるのかっていうのがピンときてない、まあ我々とそのコードネームでしか彼らを認識してなかったレイナっていうのがめちゃくちゃ綺麗にピタッとはまるわけですね、感覚として。この時のエンディングに入る感じがね、まさにそうだったんですけど、画面の向こう側からね、見ている我々にとってもですね、その人一人としては見ていなかったっていうね、感覚があるからこそ、原作においては文章を持って綴っていた部分っていうのが、感覚としてね、我々に訴えてくる感じね、ここ見事だったかと思いました。こういうね、なんか一個一個の演出がね、綺麗にね、映像化した時のことを想定されていてよかったと思います。あと、花火のエピソードもよかったですよね。これ、うまく編集というかね、脚本的な、シナリオ的な編集がされていて、すごかったと思いました。まあ、花火を、まあ、送ってくれるというね、エピソードではあったんですけど、ここに、まあ、ちゃんと、その、ダイヤとアンジュの話、絡めながら、涙をね、ようやく泣くことができましたっていうところの、口元、涙が流れてるところだけが描いてる演出だとか、花火からのつながりでですね、散っていく、消えていく仲間たちっていうところも、踏まえてですね、やはり戦場で生きている彼らにとってのね、花火っていうところのね、残酷さとかね、きつさみたいなところが伝わってて、ここね、やっぱりね、外さないんですよ。めちゃくちゃ画期的なものじゃないと思うんだけど、でもですね、入りやすく作ってる。で、入りやすくは作ってるんだけど、分かりやすくは作ってないところがね、非常におしゃれな演出になっていたと思います。あとまあ最後のところですかね。はい、まあシンたちと兄貴とのね、最終決戦でまあレーナが加勢してくれてですね、そして去っていくところの演出なんかはですね、ここはアニメとしてかなりのグッジョブだったんじゃないでしょうか。はい、コメントとかでもなんか当時ね、僕が動画出してる時には来てたような気がするんですけど、はい、みんながね、去っていく時にレーナがこう追いかけるこの演出ですよね。まあ、電波が届く、パラレードが届く距離感的な、部分で、多分その彼らが向かってる方向に走ってるんだと思うんですけど、まあ、この感じのね、その共和国の街をずっと走っていくレーナの最後の感じはね、ここはいやちょっとね、感無量な感じですよね。感じばっかし言ってますけど僕、はい。そんなわけでね、なんか一心一心やっぱり印象的なワンシーンになってるんですよね、アニメとして。話的にはやや原作を引き伸ばしたような尺の取り方になってるんだけど、そこに無駄な間とかね、変な引き伸ばしとかを感じないっていうところが、見事だと思いました。そんなわけでですね、この世界観自体はまあ
近未来的な部分なんですけど、 SF って言ったらまあサイエンスフィクションなんでリアリティを感じれるかどうかという、部分なんですが、まあ全く違う世界ですよね、卵が珍しい、そういった側の共和国側の世界、まあかなりの技術が発達していて安全なところから指示を出しているオペレーターたちの世界っていうところと、もう死とすぐに隣り合わせで、その代わりまあボロボロの家に住んではいるんだけど、食べ物とかに関してはみんな結構したたかに、生きてるんだよっていうところが分かる、この2つの世界っていうところを、時系列の演出、それからね場面転換の演出、そしてパラレードでつながってるというね、書き方をすることによってですね、いい感じのねリアリティとして落とし込んでいたんじゃないかなと思いました。で、先ほども言ったように、例えば86がなんであんなに誇り高く戦えるんだろうっていうところの説得力とか、レーナがなんでこんなになんかまあお気楽というかね、その純粋というかね、純粋性を持ってまあ向かっているんだろうっていうところに関しては、本当に役者さんの演技だとか、ね、アニメーションによる演出だとかですね、表情の部分だとかから、まあ、読み取れるようにですね、結構うまく演出を消化してくれていたので、しっくりきたんですよ。ライデンたちが俺たちは誇り高く戦うんだって言ったシーンに対して、ライデンかっこいいなと思えてしまってたんですけど、あそこは本当は映像化した時に難しいと思うんですね。ライデンかっこいいってなるには結構気をつけなあかんことがたくさんあるシーンだと思うんですけど、そこに自分がねスッと入れたのはね良かったんじゃないかなと思いました。まあ好みはあると思うんですけどね。そんなわけでですね、まあ最後の、あのシーンのね美しさですよね、良かったと思います。納得と満足のある最終回、これを綺麗につなげたんだなと、まあ原作小説原作で1巻で完結してる物語、でも2巻3巻と物語自体は続いていて、それをアニメ化するときにどうね編集するんだろうか、どこを切るんだろうか、どう見せていこうかって思った時にね、こんなうまくできることあるんだなと、難しいですよね絶対ね。まあすなわち時系列的にはレーナ側のストーリーとして再開するとこまで時系列が飛ぶんだけど、その裏側にあるものっていうのをアニメにおいては書いた後に再開するからこそですね、意味としては同じ近い意味なんだけど、まあ感慨深さが違いますよね。そんなわけでですね、23話かけてしっかりと書いて、まあこの先の展開も踏まえて、まあ終わらせどころというんですかね、最終回の置き方っていうのが完璧やったし、他に自分はこんなにうまくいってるね、こういう意味でのうまくいってるアニメを、ね、見たことがなかったんで、なかなかにすごいものを見たというふうに思いました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回は86原作についてですね、紹介と感想の共有なんかさせていただきました。はい、まあまだね、86終わってちょっと放心状態になってる方とかは原作の方手を出してみてはいかがでしょうか。一巻っていう区切りがすごく綺麗なね区切りになってますので、ここから手を出すのもおすすめですし、まあこの先の展開っていうのもね、知りたい方は原作で読むっていうのも確かに、ありだとは思います。はい、まあ原作何巻までがどんな内容でね、続き知りたいんだったら何巻からがおすすめだよみたいなことは多分コメント欄で、原作ファンの方が教えてくれるんじゃないかなと、思っていますので、その点をですねまた参考にしていただいてですね、まあ今後もともですね、まあこの作品に関しては応援していけたらいいかなというふうに思っています。はい、このチャンネルでは普段は僕のね、まあ楽しんでる作品の、動画を出してみんなで感想を言ったりだとか深掘りできそうな要素をねみんなで共有してより満足度をね上げていこうという、そんな感じの動画を出しています、だからまあこの原作のレビューに関してもねそういったコンセプトに基づいた動画になっています。はい、そんなわけでね、また、何か別の作品で、86のね、次のシーズン新作が出ればまたその時に、もしくは何か、楽しめる作品がね、僕と被った時はね、ぜひご一緒いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。